どうも、やかちせんまチャンネルです。今回はですね、懐かしい妖怪ウォッチのおもちゃ、10連発。今回は、エンマ大王特集です。まあ、エンマ大王のメダルってやっぱ珍しいですよね。だって友達契約して、これで入手するわけだもんね。で、エンマ大王のメダル、大体ね、紫色なんですよね。これがめちゃくちゃかっこいいよな。種族のカラーが紫。まあ、ミカド族、エンマ族をね、表してるかなと思います。一番最初に出てきたのって映画妖怪ウォッチの第2弾かな、エンマ大王と5つのエピソードということで、エンマ大王が各エピソードにちょいちょい出てきたりするわけなんですけどね。で、メダル一番最初、皆さんご存知でしょうか。まあ、いろいろとねあるんですけど、おそらく一番最初のエンマ大王メダルはこれとこれかなと思います。エンマ大王覚醒前のメダル、そしてこのレッドホット鬼バッカーズ、こちらのメダルかなと思います。これ実は付属品なんですよね。昔さ、こちらのデラックス妖怪ウォッチいうプロトタイプの進化キット発売されたんだけど、これにメダル2枚付属してたんですよね。こちら歌メダルとエンマ大王の E メダルね。そうなんですよね。確か映画の第2弾が公開される頃に発売された商品かなと思います。そう、映画妖怪ウォッチ第2弾でエンマ大王をその閉ざされていた、ちょっとぬらりと拮抗してて対立してて、なんかインフルエンザにかかったかなんかで、これ部屋に閉じ込められてるんやったっけ。でも実際はエンマ大王人間界に行ったりとか、まあ、自由に動いていたということですけどもね。でこの王の文字よく見ると鎖でぐるぐる巻きになっている、王様は囚われている覚醒前だということをね表してるかなと思います。フレームのカラーは紫色で、このギザギザの感じもめちゃくちゃいいですよね。これには妖怪の名前とか何も書かれてないわ。種族のマークとかもどこにもない。なんか変わった珍しいメダルだよね。エンマ大王の面影が見えるみたいな、そんな感じで、表面キラキラですよね。で、裏側見てみるとこんな感じで QR とかもついております。で、これもねよく見ると両サイドのところ O って書かれてあるんですよね。こだわりがすごい。この辺もなんか竜の鱗みたいな感じで、ちょっとこうギザギザ、なんかたまたまなんか知らんけど、すんごいよね。こてるよね。ジバニャンのメダルとかと比べてみるとこんな感じですね。全然違うよね。まあ、いわゆる E メダル、エンマ大王の E メダルかなと思います。デラックス妖怪ウォッチいうプロトタイプに対応してるかなと思うんで、ちょっとぶっ込んでみましょうか。これ確かね、特別な音声が聞けたと思います。 E メダルす、あれ向きがめっちゃむずい。こうか。妖怪メダルセットオン。すごいよね。ここ赤色に光っとったよね。ピヨン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 。パワーが足りないと。デラックス妖怪ウォッチ U じゃ、パワーが足りない。そこで進化させる必要があった。まあ、進化キットはそういうことなんですけども、赤色のね、エンマ大王の時計にする必要があったということですよね。もう一回押すと。ピシャーン。ちょっとこれだとエンマ大王召喚できないよっていうことだ。そう、ケイタ君も稲穂もね、映画でさ、出てきたわけですけど、エンマ大王最初召喚できなかったよね。二人ともなんかね、時計と時計をガッチャンコさせて、で、赤色のエンマ大王時計になって、で、召喚できたと思うわ。で、こちらがエンマ大王の歌メダルですね。レッドホットチリペッパーズをもじって、レッドホット鬼バッカーズ。エンマ大王が指揮者してんよ。で、これよく見ると、鬼だらけになっている。赤鬼だったりとか、黒鬼、そして青鬼、みたいな。どういう楽曲なんじゃ、どういう集合みたいな感じですけども。そう、指揮してるんだよね。鬼の王っていうことかな、エンマ大王が。いや、エンマ大王は別に鬼族でもないか。まあそうか、妖魔界を滑っているという、その象徴なのかもしれない。で、下のところは音符マークがついてて、フレームが紫色キラキラに光っている。裏面見てみると QR。で、これは、歌、そして妖怪の妖っていう漢字が書かれてますね。まあ、そこまでエンマ族感はないのかな。この紫色ぐらいな感じかな。王とか書いてないもんね。これすごいのは、エンマ大王の歌が聞けるんよね。イケボ。木村良平さんのイケボが聞ける。しかも、エンマ大王の秘密が明らかに。行ってみましょう。妖怪メダル、セットオン。
めちゃくちゃイケボや。もう一回押すと、レッドホット鬼バッター。前半は鬼たちの歌だったよね。なんか悪い子はいねえか、鬼時間みたいな。で最後エンマ大王のイケボで、名字はエンマです言うて、え、名字エンマやったんって当時ね、すごくね湧いたかなと思います。だから下の名前がゴーエンだったりとか、コーエンだったり、シエンだったりっていうことなのかな。名字はエンマなみたいな。そして次に登場したエンマ大王のメダルがこちらですね。これもかなりね入手しづらかったかと思います。エンマ大王のE メダル、入手方法は確かね映画の入場者プレゼントかなと思います。しかも大人はもらえませんよっていうことで、そうなんですよね、中学生以下のお子さんがねこれもらえたかなと思います。当時僕はね友達家族と一緒に行って、ごめんけどもらえる言うて、なんかそんな妖怪メダルとか欲しいとかいう子じゃなかったんで、譲ってもらった気がするね。ご飯とかおごったりとかして、裏面はこんな感じで先ほど同様王の文字が書かれてあります。紫色ね。アップで見てみましょう。じゃじゃーん、こちらかっこいいね。これにはちゃんと名前書かれてある、エンマ大王って書かれてて、で種族とかは特になんか書かれてないよね。なんかプリッチーポカポカとかエンマ族とかそういうなんかロゴというかないですよね。なんか竜の鍵爪みたいな感じのこういうフレームになってて超かっこいい。でポーズ的にはこれはぁ、エンマだなみたいな感じかな。こう、バックが、なんかね、すごい燃えてるような感じやんか。ヌラリヒョン倒すときに、覇王エンマ玉打ってたかなと思うんですわ。そう、その時のいかつい顔。なんか今のこの感じと違うよね。昔はこんな感じ、結構、なんていうの、猿っぽいというか、なんて言ったらいいんかな、すごいいかつい顔っていうか、ちょっとこう、怖さもあるような、そんな見た目してるよね。赤色の装束っていうんですか、服装がすんごいかっこいい。肌が褐色。これこう眉毛がなくて金髪のヘア、この金髪ヘアがさ、髪型めちゃくちゃかっこいいよね。すんごい映えてるよね、かっけえわ。エンマ大王のファンもね本当多いんやなかろうか。これもおそらくデラックス妖怪ウォッチプロトタイプ対応かな。だからその映画の後半でヌラリヒョンが暴走したもんで、そのケイタくん、イナホちゃんたちも参戦で、こうウサピョンとかもさ加わってヌラリヒョン倒そうとするわけよね。でダメだ、もうこれはダメだと、なんかブチニャン登場したりとか、あとダークニャンとかも登場したと思うんだけど、ヌラリヒョンにかなわんってなって、でエンマ大王をね稲穂啓太くんが召喚したと思うよ。その時のシーン映画を再現、俺の友達出てこい、エンマ大王妖怪メダルセットオン。細かな感じだよね。エンマ大王の召喚ソング、そしてイケボからのジョワーンっていうね。エンマ大王かっこいいね。もうこれをみんな真似したと思うわ。小学生の子もみんな真似したと思う。エンマ大王、エンマ大王、エンマ大王、もうなかなかね近づけないんだ。エンマ大王、エンマ大王、ふぅイケボだぜ。エンマ大王登場してヌラリヒョン倒すみたいなね。4つ目に紹介するのがこちら、エンマ大王の B メダル。これは妖怪メダルマスターズの第5幕に普通にラインナップしてたやつかなと思います。まあリアリティは確かね高かったかなと思うんですけど、あ、普通に発売するんだっていうね。そのランダム封入だけど、そう、入場者特典とかじゃなくて、もうお金払ったら頑張ったら入手できるってやつですね。で、ミーメダルっていうのは妖怪ウォッチバスターズのメダルということで、エンマ大王もバスターズに出撃したわけよね。操作できると、エンマ大王を操作できるっていうね、素晴らしい。だからこのメダルのフレーム紫じゃなくて黒色になってますよね。でこの辺はパープルだけど、グラデーションになってるっていうか、そうレインボーカラーになってますよね。で左側にエンマ大王の文字、これもなんか種族とかは特にないのかな。で右上のところにはアタッカー、こうヒーラーだったりとか連
援助はいろいろあるんだけども、やっぱ攻めだよね、攻撃強いよね。でこのポージング的にはこれまたなんか手がビリビリになってるから、歯を閻魔玉打ってるようなそんなところなのかな。でまたこれさ、めちゃくちゃ顔かっこいいよね。もうイケメンすぎるんだよね。なんか見た目的にはほんと中学生ぐらいな、幼い感じするよね。ケイタくんと並んでもうちょっとこうでかいかなぐらいで、中学生ぐらいの幼い感じなんだけど、めちゃくちゃかっこいい。眉毛なくて金髪、褐色の肌、そして赤色の服、なんかネックレスみたいなのもつけてて、めちゃくちゃ素敵やん。裏面は B メダルなんで QR ついてて、でこの辺の模様とかも普通ですかね。 B メダルも妖怪ウォッチいうプロトタイプかな。行ってみましょう。どんな召喚ソングかな。グレート、感じね。名乗り音は同じ感じかな。エンマライオ、おなじみのエンマライオっていう。エンマライオ、はい。でグレーとか、このレインボーがなんかグレートなんかな、なんかグレート化したりするやんか、バスターズ指数とかしょったら。そういうことか。でしかもアタック、エンマライオ、チュテキヤン。5つ目に紹介するのがこちら、じゃじゃん。エンマとヌラリのメダルです。なんか2人セットになっているのって珍しいですよね。これは映画妖怪ウォッチ第3弾の入場者プレゼントかなと思います。だからこれも結構レアですよね。普通に発売していない非売品なのよね。フレームがドリームメダルになってますね。なんかカジノのチップみたいな感じ。で、紫色になっているエンマ族だからかな。ちょっとアップで見ていきましょう。これ何してんやろ。エンマ大王とヌーラリがわっしょーいって感じ。これは何、覇王エンマ玉かな。左手で覇王エンマ玉出してる。でヌーラリは杖持ってるもんね。なんだろう、まあ、映画妖怪ウォッチの第3弾ってアニメと実写が入れ替わりということで、そう、山崎賢人さんとか斉藤匠さんがね実写化で出てたと思います。だからね、登場シーンは2人ともね少なかったんだけど、やっぱインパクト強かったよね。まあ、実写化するとこんなイケメンなんだみたいな。でダンスも踊ってたりとかしてましたけど、で名前のところエンマ&ヌラリ、しかもエンマ族のこの王の文字が書かれてあって、めちゃくちゃかっこいいね、キラキラで。裏面見てみるとこのあいな感じです。これチップ入ってんね。妖怪ウォッチドリーム対応なのかな。 QR ついてて、この辺とか星のマークついてるもんね。多分プロトタイプには対応してないんだろうね。そうじゃないよ、そうじゃないよ。こちらで召喚してみたいと思います。エンマ&ヌラリ召喚、これ二人とも名乗り音聞けんのかな。あれヌラリは、はい、ということで二人の音声聞けたね。エンマライオヌラリヒョン、そしサビ抜きて言うたよん、容器がチャージされている、エンマライオヌラリヒョン、ヌラリヒョンヌラリヒョン、なんか渋い声だね。小安さんなんだけど、ええー、やんかん。これはいいね。特別音声聞けていい感じ。召喚のソングとかは、まあ、エンマ族のっていう感じか。ヌラリヒョンは別にエンマ族じゃないけどね。あれ、ヌラリヒョンって種族なんだったっけな。なんかちょっとアバウトだな。6つ目に紹介するのが、こちら、エンマ大王のドリームメダル。これなんかね、確かデラックスエンマブレードに付属とかしてたかなと思います。他にももしかしたら入手方法あんのかな。なんか2枚持ってんだけど。なんか他にも入手方法あるんかもしれない。アップで見てみましょう。これもあれだね、チップみたいな柄になってて、
覇王閻魔玉撃とうとしているって、なんか基本的に覇王閻魔玉撃とうとしてる閻魔大王多いね。必殺技ぶちかますシーンが多いですね。なんかビリビリみたいな、カメハメハみたいな、なんかそんな感じですけど、超かっこいい。顔つきもさ、なんか笑ってるような感じ。最初の方のメダルはさ、もうちょいいかつい怖いようなさ表情なんだけど、もうこの辺とかなんか笑ってるようにも見えるよね。で、名前が閻魔大王で種族王になっております。これもなんか名乗り音同じなんかな、もしかしたら追加のセリフとか聞けたりするんでしょうか。デラックス妖怪落ちドリームにセットオン。寿司ネタルーレット。同じだな。エンマだよ。同じだな。エンマだよ。はあ、追加のセリフまではないのか。ちなみに、エンマ大王って、まあ、いっぱい亜種がおって、覚醒エンマとかもあるわけよね。まあ、他にも太陽神エンマ、時空神エンマとか、いろんな種類あるわけですけど、プニプニとかでもさ、暴走エンマとか、めちゃくちゃ派生妖怪多いですけど、これもちょっと、せっかくなんで聞いときましょうか。覚醒エンマ。これもドリームメダルなんで、カジノのチップみたいなデザインになってて、こうね、髪の毛シルバーになり、額には三つ目の目が開眼。で、しかも、もう首から下げているこれエンマブレス、あの笛なんだけど、音鳴ってるよね。フィアーパララーみたいな感じで、すんごい。こんなシーンは映画とかではねないかなと思うんだけど、なんか表情的に必殺技っぽい感じな気がすんな。これどういう感じ、妖魔界の妖怪たちをなんか全ているかもしれないよね。洗脳してこの笛を鳴らして、なんか落ち着かせているのかな？なんやろね。覚醒エンマのボイス、聞いておきましょう。なんかわしと声かぶっちゃった。もう一回。うん、まあ、やっぱそうなんやな。覚醒も。覚醒も。うん、まあ、やっぱそうなんやな。エンマの容器。覚醒も。かっこいい。で、なんかしかも、当たって当選だみたいな言ってたよね。絶対当たるってこと知らんけど、その福引きルーレット、100発100中ってこと？だからなんか当たって当然だとか言ってたのかな。すっげえ、さすが。で、7個目に紹介するメダルがこちら。これ妖怪メダル、音符かな？なんかメダルがランダム風のようじゃなくて、もう最初からポン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 ってこう見える形で発売されてたかなと思います。これまたかっこいいイラスト、ハオエマダマかな？やっぱ必殺技打つシーンなのかな？この辺とかさ、落ち着いてる？もはや落ち着いてる？最初のメダルと比較してみると、どうなんかな？もう落ち着いてる成長したかなっていう、そんぐらいなんか表情が穏やかな感じですよね。描いてる絵師もなんか絶対変わってそうだよね。これもう下側にエマダヨの名前が書いてて、種族のマークとかは特にないのかな。紫色のフレームで、鍵爪みたいなこういう突起のあるフレームとなっております。裏側は QR ついてないんだね。妖怪メダル音符ってなんか復刻系のメダルだった気もするしね。で、サイド側に O の文字が書かれてあります。これは妖怪打ちゼロ式のタイプ S、 復刻したこの時計に対応してそうな気がする。はい、令和版の音声聞けるのか。そうではございません。おっと、召喚の構え。あれ？認識してない？
対応していない？もしかして。おっと、召喚の構え。これが令和版の召喚ソングか。大気音。初めて聞いたぐらい新鮮だ。初めて聞いたかなこれ。エンマ大王にやられるでウィス。これはウィスパーの音声がね、追加でついてくるんだけど、名乗り音もどう？同じかな。エンマ大王。かっこいい。エンマ大王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 。さすが。で、8個目に紹介するのがこちら、エンマ大王の妖怪アークですね。まあ、他にももしかしたら探せばメダルとかあるかもしれないんですけど、これ妖怪ウォッチ、シャドウサイド系のアークな気がするんよね。しかも持ってるのが、これなんかエンマコンちゃうかったっけ？竜と羅刹、紅花とか言うで、赤色の竜と青色の竜をこう召喚することができるんよね。映画妖怪ウォッチフォーエバーフレンズで、ヤシャエンマがね、この武器使ってたかなと思うんですけどね。で、裏側は見てみるとシャドウサイド化したエンマだよ。戦闘モードになったらめっちゃ強いかもしれない。これ確かね、エンマ族というよりはなんかミカド族だった気がするっすね。でカイナッチがイザナ族とかなんかそんなんちゃうかったっけな。妖怪ウォッチエルダで召喚行ってみましょう。エンマ大王のセリフ聞けてめっちゃいいね。お前の敵は俺だみたいな。もう一回押したらダメか。これ妖怪サーチのボタンを押してももう一回音声は聞けるわけじゃないのか。めちゃくちゃかっこいいね。敵誰？やっぱりソラナキかな。ソラナキに対して言うたセリフなんですか？ 9 個目に紹介するのがこちら。これも妖怪アークなんだけど、なんかめでたいのこのアークなんだよね。なんかめでたいメダルとかもいろいろあるけど、めでたいメダルにエンマ大王って基本プリントされてないかなと思うんですけど、これはね、なんかのなんかのめでたい時に出てきたやつ。おそらく非売品な気がするんだけど、中央にエンマ大王で、ジバニャン、ウィスパーにコマさんなんだよね。ウィスパー何を持ち上げてんだろうか、これは。なんやろね。なんか、妖怪のマークなのかな？ちょっとよくわからないけど。妖怪ウォッチ9周年とか10周年のタイミングのやつなのかな？裏面はこんな感じ。はー、はい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 。妖怪ウォッチ4のやつかな？これなんか扉があって、いろんな世界を行き来できるよ、みたいな。そう、エンマ大王のシルエットと、ジバニアンウィスパーコマさんっていうことね。なんやろ、妖怪ウォッチ4発売記念かな？これ、対応してる？ケータの時計かな、やっぱり。ケータくんも一時期、妖怪ウォッチエルダ使ってたんだよね。これに対応してる気がする。不思議な音声よね。エンマ大王、コングラチュレーション。やっぱりエンマ大王って認識してるんやーっていうね。これなんかケータのやつはワンチャンサイドとかもね、あったりするんだけど。これワンチャンサイドとかは、ないやつかな。なんか、ミラクル妖怪アークとかやったっけ。なんかミラクル妖怪アークだったらここでなんか別の音声ね聞けたりもするかなと思います。で最後に紹介するのはまたこちらエンマ大王の妖怪アークですね。どっちが表だろうか。妖怪ウォッチのねビッグ
くりやっけ、それの最終回の時のやつかな、エンマ武道会の時のエンマだよ、全員かかってこいよみたいな、そういうポージングしてるよね。全員まとめてかかってこいよみたいな、若きエンマ大王かっこいいよね。で、この後謎の UFO とかが襲来して妖魔界壊滅したんかなと思います。これなんか別に紫とかじゃないんでね、そういえばエンマ大王の名前があって、ゴールドの妖怪アーク、これ何やったっけ、デラックス妖怪アークとかやったっけ、これ単体で確かね発売されてた気がする。表こっちかな、なんかこう竜みたいないかつい見た目になってんよ。で、これパカッと開けるとまたエンマ大王って感じ。もうこっちは戦闘モードからもう目が白目じゃないみたいな、怖ーみたいなこれ白目になってない、これなかなか珍しいよね。もう許さんみたいな感じかな、もう戦闘モードで全員ぶっ潰すみたいな、まあ、そういう表情なんやろか、やっべー。ここにはエンマ大王の王の文字とかも書かれてあるんだね。ちょっとこれ召喚してみようか。ケータの時計に対応かな、向きはこうかな、よいしょ。長めでしたね。妖魔市武道会開催っていうことが、エンマ武道会じゃないんやね。まあ、あの、ドラゴンボールの、その、いわゆる天下市武道会をもじった感じかな。妖魔市武道会。ということで、まあ、いろんなね、エンマ大王のおもちゃご紹介してきたんですけど、やっぱいいね。特別な感じする。紫色のフレームかっこいいし。やっぱ一番好きなメダル何かと聞かれたら、やっぱりその入場者特典のエンマ大王のメダルとかかな。もう懐かしみも深いし、エモいし、このイラストも迫力あってかっこいいし、あとこの覚醒前とかもね、めっちゃ好きだけどね。以上、今回はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。